MT50 は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売していたオートバイである。MT50 カスタム仕様 MT50 輸出使用者、形式名 AD01。若年層向けとした、排気量 49cc の原動機付き自転車であり、サスペンションストロークを大きく取った、本格オフロードバイクの外観を持ち、市街地から不正地まで幅広い範囲での走行を、可能とした。 デュアルパーパスモデルである。1979年4月に先行発売されていたメガバイト5 0用空冷にストローク単気筒1軸バランサー内蔵エンジンをベースに出力特性をやや低回転よりにして中低速トルクを増強したことから最高出力はメガバイト5 0の 7.0PS から 6.5PS へダウンした。フレームは メガバイト50同様の X 型バックボーンである。サスペンションは前輪がテレスコピック、後輪がスイングアームと一般的であるが、ストロークが全 130mm、520mm と当時の原付バイクとしてはかなり長く、タイヤサイズも全2.50から 19?53.00 から16それまでの同クラス他社より体系である。このため、 本モデル以前の 50cc クラスオフロード車とは一線を隠す大型車体となった。標準現金価格は13万6千円に、輸出を含む生産計画は6万2千台、年に設定。数度のマイナーチェンジが実施されたが、1982年3月にリアサスペンションモノショック化などの変更を実施した MTX50 へフルモデルチェンジされる形で、 製造販売が終了。ありがとうございます。